い、もくもくトイズです。自作 PC を組む前に YouTube でいろいろ調べたんですが、正直ベンチマークやらスコアやら見せられても初心者には分かりません。知りたいのはフォートナイトができるかどうかです。今回は前回組み立てた10万円以下の自作 PC でフォートナイトがどのくらい動くのか試してみたいと思います。i3 の 11105F とクロート志向の1660でのテストです。ゲームの録画は同じ PC で OBS を使っています。 PC を買ったらゲーム実況しようと思っている方も多いと思います。ゲームはできるけど録画ができないってならないように、ゲームをしながら録画できるのかもテストします。まずは設定です。 3D 解像度は 100%、 描画距離が最高、高解像度テクスチャーとマルチスレッドレンダリングはオンになっています。あとはオフと低です。はじめは FPS 無制限で試してみます。 OBS の設定は 1080p、 ビットレート 12000kbps で録画しています。Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Let's jump in. Savannah.
OBS で録画して FPS 無制限でプレイするとゲーム画面がカクつく時があります。次は FPS の上限を144にしました。 OBS の設定は同じで 1080p、 ビットレートは 12000kbps で録画しています。 FPS を144で固定するとカクつきがなくなりました。最後にチームランブルです。
i3-10105F とクロート思考1660の組み合わせはいかがだったでしょうか。スイッチとプレステ5のパッドからキーマウに移行するのに個人的にはちょうどいい感じでした。キーマウになれるのも時間がかかりそうで、上手くなってから3060以上に交換しようと思います。この i3 と1660の組み合わせでおすすめできる人は、これからフォートナイト始める方やスイッチからの乗り換えの方におすすめです。i3-10105F が9800円と安いのですが、 i5-10400F が 14800円と5000円の差でもう一つ上のクラスが買えるので、ゲーム実況や動画編集を考えている方は迷わず i5-10400F の方がいいと思います。あとメモリーの使用率も 8GB を超しているので、メモリーは 16GB がおすすめです。次回の動画で Apex の FPS も見ていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。